さて今回は6番の神殿に行きたいわけなんですが、その6番の神殿に行くためにはかなり下準備をしました。まずはオカリナを手に入れることで、その次が確か、ムドラの書を使ってエーテルという魔法を習得すること。エーテルの魔法も習得したし、オカリナも手に入れておきました。準備万端で、オカリナを吹きます。オカリナを吹くと鳥さんが飛んできて、ヒュッ、空を飛ぶ。結構ショートカットができるようにね、にゃにゃにゃできるようになるということです。で、この6番ピコ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 している左下の6番に行きましょう。ピピピピピピピ。で、こっから闇の世界に戻るのかな。闇の世界、あ、そうだ、空き瓶も一つ増えて、で、ムジドリ網も手に入れておきました。で、空き瓶の中には妖精さんが3匹3人、あー、可愛らしい。マジカルミラーを使ってみてもですね、こうブブブブブブって言って闇の世界に戻ることができません。おっと、ここか。こう重い石、黒い石を持ち上げられるようになっておりますから、ひょひょいのひょいで、こうやって闇の世界に行って、あらし、これ降りても大丈夫かにゃ、降りても大丈夫かにゃ、大丈夫っぽい。もう鳥さん、あれ、もうダメージ食らった。いや、一応この青い服になってからかなり防御力は高くなっているんですが、それでも全然油断はできません。お、ここかな。いや、こっちか。いや、これだ、これだ。で、このマークの上で、エーテルを使う。エーテル、どうやって使う？エーテル？メーテル？いや、メーテルじゃない。メーテルじゃ、違う。さて、ここで、エーテルを使わなければ、あ、これだ。このエーテルを使用する。Y。ヒュンヒュンヒュン。おお、プルプルプルプランというわけで、神殿の入り口が現れました。これでこの第6の神殿攻略可能になったんじゃないかと。お、アメーバさん、今度はオレンジか。というわけで、何を装備しておいたらいいかな。やっぱ副ショットかな。よし、というわけで第6の神殿攻略開始。いきなりやっぱり副ショット使うところがありますね。ていうか、こんなところでダメージを食らっている場合ではないぞ。これやっぱりゲームオーバーになったら自動的に妖精さんが使われることになると思いますから、こう3匹のストック、3人のストックがあるにせよ、やっぱあんまり不用意に使っていきたくはないですよね。よし、おっとっと。なんか YouTube のコメントを見た感じ、このね、マスターソードをやっぱ強化して闘身も伸びたというか、リーチも伸びたみたいです。よし、魔法使いさんが結構ふよふよ、レーザービームさんか、鋭い攻撃が来ると思ったら、ちょっともう勘弁して。あー、全員倒さなきゃいけないっぽいぜ。いたー、やはり敵となるか。よし、ふう、危ない、もうロックオンされても、ふう。で、こっちはショートカットできなさそうで、右にも左にも行けそうなんですが、ダンジョンマップを手に入れてないからな。まだちょっとこっちに行ってみようか。どれ、ふんふんふん、うわぁ、こっちにも行けそう。え、どこにだって進めるのかい。あら、何、もう第6の神殿なんか要塞と化してるんだけど。あれ、ここに戻ってきた。となれば、一回じゃあこっち、骸骨さんをこうして、ひっくり返して、ひっぺ返して、ピュッ。光先輩か。よし。さて、さて、さて。赤と青のスイッチがありそう。で、階段を登る。で、こっちにも行けそうだ。で、こっちにしか行けなさそうだ。もやし。もやし。またビーム出てくんの？ちょっと、起動要塞じゃない？やばい、やばい。危ない。よし、一本道を通って、もういきなり体力がね、これもうね、吊り橋、おっと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 、プルプルーン、小さな鍵をゲット、やったぜ。で、あとはこっちに行けるかな、行けるかな、行けそうかな、行けなさそうかな、行けない。となれば、この小さな鍵をどうやって有効活用するのか、どうやって有効活用しましょうか。そしてビームが来るから危ないよ。右に行きました。右に行ったらば、骸骨さん。壁攻めすると、もうやばいやばいやばい。ああ、もうレーザービームさんいたんだった。よいしょ。ああ、ひっくり返して、小さな鍵、ゲット。渡れるんじゃない？渡れるんじゃない？どいて！危ねえ。
つ、きっついこれ。よし、金網を渡ってまず左に行ってみよう。左に行ってみたらば、骸骨さんと光先輩、こんなところ、よいしょ、倒しておきました。で、ハートもゲット。もうちょっと回復できないかな。よいしょ、はい。あー、くっそ、あー、しつこい。あ、大きな鍵がいきなり使えるところ、まあ持ってませんから、ここはじゃあ後回しか。やられちゃった。あー、妖精さんが、ありがとう。こんなとこ、情けないよな、本当。こんなところでゲームオーバーなんて。先を引き締めて頑張るか。小さな鍵、あと一つストックがありますので、どこで使えるかな。こっちはいける。鍵がかかってない。あ、さっき通ったところですね。で、降りることはできなさそうだから。長い渡り廊下。で、スイッチを切り替えれるところ。ハート。やったー、ハートある。どこでしょう。うわー、遠目。くー。ちょっと、ここ難しいね。ここ難しいね。よっしゃ。危ない。あ、痛い。よし。あ、スイッチがある。勝ち。切り替えました。小さな鍵。はいはいはい。危ないよ。よし、切り替えて、こっちに行けるようになった。で、こっちに行けるようになったけど、火の玉は依然、僕をめがけて飛んでくる。あ、小さな鍵使えるところある。よーし、よしよし。しつこい、もう。いやー、持てないもん。あ、ここ。よし。はい。で、小さな鍵を使った。まだ一つストックがある。また火の玉飛んでくる。もう。あ、そうだ、盾がないんだった、俺。いや、盾でも防げんのか、あったって。あれ、ここ行けなさそう。痛い。あら、え、どうしよう。もう、ダメージ覚悟で行ってみます？行ってみようか。行ってみた。デスピサロ。あ、たたたたた。左に行ける。左に行きましたらば、ここはやばそうね。鍵があれば、鍵があれば、ここはやめておこう、やめておこう。はい、デスピサロ。こっち。正面で、あ、結構亀裂がある、亀裂があるから、こう破壊しておこうか。ダメージを食らわないようにしっかり見て、プルンプルン。あれ、亀裂じゃないの。じゃ、これ骸骨さんを倒せばいいのか。あれ、骸骨さんを倒したが、はあ、妖精さんが残り1匹となってしまったんですがね。どうしましょうかね、これね。あ、ここも使うところがある。入っておこう。もう不用意なダメージはやよ。骸骨さんがくるくる回ってる。くるくる回ってて、あ、切り替えれる。何お前、いた。もうもうもう、やったー。よし、一応倒せるのね、倒せるのね。はい、あ、おお、倒してみるもんですね。クラゲさんが小さな鍵持ってたなんて。はい、開けます。開けると、開けると、そこはカンテラ。よし、入っておこう。避難。はい、ここ。またかよ、またピコンピコンかよ。危ないよ、爆弾だよ。はいはい、よし、オッケー。はい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 。ふう、で、階段を上ります。1階で、ここ落ちるとヤバそうな床。ん？動かせる、動かせるけど、ほうほうほう。あ、そうか、こうした方が良かったのか。じゃあ一度ちょっと戻りましょうか。いや、戻るというか、こっちに一回こうして、あれ、戻ってない。どうしよう。あ、階段降りよう。カンテラ、ピュッピュッ。で、こっちにもありましたから。あ、ちょっと待って、くしゃみが、くしゃみが出そう。出ない、出ない。すごいムズムズしてたんだけどな。はいはいはい、はい、こっち出てくる。さっと倒す。ハート出てこないかな。ピュッピュッ。これで4つ灯しましたが、あら、消えてる。はい、こう
ゴゴ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 、どうなった？何かどうなってる？こっちのフロアじゃないのか？現場で起きてるのか？まだゴゴゴゴ言ってる。これはでかい、でかいでかいでかい。まだ？おお、やまった。いた。もうちょっと待って、もうどこがどうなったの？倒しておいて、ハートやった。ハートを手に入れておいて、こっち金網、すごい金網。あ、公衆電話。せなよ、サハスラーラじゃ、4つの明かりを灯せば進む道が開けるじゃろ。ここ降りんのかな？降りれる？この穴？奈落の底だろ。降りてみようか。あー、いける。よかった。で、宝箱。ダンジョンマップ。おー、大きな鍵だ。ダンジョンマップより先に大きな鍵を手に入れてしまった。これは幸先がいいぞ。で、この魔法陣の周りには何もないか確認。何もない。よし。戻ろう。戻るとここは？あ、大きな鍵使えるところ。やったぜ。通っておいて。で、また魔法陣の周りには何もなかったような気がする。あ、ここに戻ってきたのか。お？流れ、あー、もうもうもう、やだやだ、もう光先輩だった、もうヤブヘビだった。危ない、ちょっと、もうやばいよ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 。よし、入っておこう。入っておきまして、こっちの先には一体何が？宝箱が隠れているんでしょ。あ、階段だった。左には行けそうですか？左には行けそうですか？行けそうですか？ちょっと確認してみよう。みよ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 。魔力を回復。魔力を回復だけだった。よし。じゃあ下に降りよう。トン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 。B2。暗いね。暗いね。ああ！かあ！さあ頑張るか。よしよしよし。スイッチ。押しました。が、何も起こってないような気がする。こっち？ハート。これどうしようかな。これどうしようかな。開いたか？どこ開いた？え？開いてないの？ちょっともうやばい。あ、地図の鍵使えるところ。地図の鍵使えるところがあったが、あったが、どうにもここ開かない。ここ開かないし、もうボタン押したって どうにもならないし、一回出る。出るから、こんなところも。ビームさんを避けなきゃいけない。で、こっち下に行ってみようか。あ、下行ったことあるか？あったね。あ、地図の鍵開けれるじゃん。開けれるというか、これ、あった。あ、ダンジョンマップだった。で、地図の鍵持ってないか、ここ開けれません。じゃあ一回これ降りるのかな？降りて大丈夫なのかな？はぁ？もうまたピコンピコンじゃないよ。もうこれどうしよう。どうしよう。考えよう。でもこれ、ここ開かないでしょ？ここ開かない、あ、開かないでしょ？ということはもうこっち飛んで、飛んでおいて、ドクロさんを避けて、避けて、で、こっち、こっちね、一番最初こう悩んでたところ、ここはどうしようか。あれ？こっち、ここはあれなんじゃないか？フックショットなんじゃないか？フックショットでこう飛んで、飛んでおいて、はい、ここ、こう。で、すぐダッシュ。来た！でかい！おう！ソマリアの杖を手に入れた。うまく使えば、とても役に立つ不思議な杖だ。うまく使わないといけない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 。すごいプレッシャー。あそこの棘の下、もしかしたら何かがあるかもしれない。お、スイッチがある。スイッチ、おい！ちょっと待って、このトゲトゲさんさ、トゲトゲさんさ、どうにかできない？ちょっとまたピコンピコンだよ。またピコンピコンだよ。これどうしよう。こっちに行こうか。こっちに行って、ちょっと待って、このソマリアの杖さ、あれなんかビームさんに対抗できるような、な、あ、これブロック出せんの？あ、すっげえ。え？これめっちゃ便利じゃない？ブロック出せるのって。これは、これは、これはうまく使えばって話ね。よし。光先輩だったよ。ヤブヘビだったよ。うわぁ、うわぁ。さて、この B2、その黒い、このぐらいこの火の玉が飛び交うところにやってきたんですが、こうソマリアの杖をさ、ここで使うんじゃないの？いけ、ちょっと待って、行ってくれ、行ってくれ。よし。これで、これで、あ、開くね。なかなか体力を削られてしまったが、これで前進したぞ。爆弾一つ。爆弾一つ。で、持ち上げる。ギュッ。ドカン。骸骨さん。骸骨さん。よし。他には？他には？他にはなんか、爆弾の亀裂とかありませんね？もう、ちょっとこの赤ドクロさんね、もう、困るね。よしよし。左に行きました。カチカチカチ。
こう蛇行運転してりゃ大丈夫ですかね。あ、ちょ、はいはい、何もない。めくっても何もない。オッケー。ほう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 、どこだろう。あ、こっちが正規の入り口か。で、あ、いた。あ、ここスイッチを押しておいてよかったねってわけじゃないのか。ここ亀裂があるから、亀裂を爆破。で、骸骨さんを追い詰めておこうか。1ルピー、プル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 ン。で、あ、スイッチがあるだけか。よし、じゃあこれ押して帰ろう。ドクロさんが解放されたよ。あお。さあ、そろそろこれボス戦なんじゃない。なかなか早いよ。神虎始まってこれすごい早いよ。今回の第6の神殿。あ、向こうにもスイッチがあったか。大丈夫、あれ無視しても大丈夫のはず。ちょっと待って、ウサギさんのこれ状態を解いてこっちに行って、このドクロさんをめくっておきたい。あー、魔力か。で、こっち通れないからサク魔力落ちてくんな。あ、やった。はい、スイッチを変えておきましたので通れますよね。はい、通れます。あ、ボス戦か。ご安心をですよ、皆さん。ご安心を。あー、入っちゃったけど、あー、いきなりか。ご安心を、皆さん。妖精を3匹連れております。用意周到。これ目玉を攻撃する。あ、目玉攻撃できるじゃないか。なんだ、あそこにいた、どこだったっけ、水の塔だったっけ、水の砦だったっけ、あそこにいた、ボス、あ、いた。雷が強いんだよな。ほい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 。よっしゃ。まだまだ戦えるぜ、俺は。食らうかよ。目玉一つでそんな食らうかよ。いた。そ、ちょっとダメージでかい、でかいよ雷先輩。うわあ、危ねえ。目玉がにゃー。はい、ここだけ、あとここだけね、ここだけね。うわあ、これ強くない、雷先輩強くない。はいはいはい、パニャポー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 。はい、目玉を攻撃で、こっち、お、いや、でも、あ、動き出したわ、自分から動き出したわ。はい、ためて回転攻撃、回転攻撃だと結構ダメージ食らうんじゃないの。はい、プルン。はい、ここ、いいね。お、はやー、これは。いや、でも妖精さんがいたからかもしれないけど、すごい簡単だった今回。もしかしたら一番簡単だったかも。というわけで、サクッとクリア。セナ、あなたのおかげで魔族の手から逃れることができました。ありがとう。ガノンが私たちを集めたのは、ガノンの力では七賢者の封印を破れなかったからなの。そこで司祭アグニムを使って賢者の力を受け継ぐ娘7人を闇の世界に送り込ませたの。7人の力を利用して封印を破った後、用が済んだ私たちはクリスタルに封じられ、魔物たちに与えられたわ、与えられた。ただあなたのことを知らなかったのはガノンのミスだったわね。さあ、ゼルダ姫が亀岩であなたを待っています。急いで行ってあげてください。ちゃんと聞こえたかしら。うん、勇者の行く道がトライフォースへと導かれますように。はい、というわけで今回の第6の神殿、これ何の神殿だったんだ、いや何の神殿だったんだろう。というわけで第6の神殿クリアすることができました。で、次、次回やっと亀岩。もう亀岩ってなんだ亀岩ってなんだ。亀岩でゼルダ姫が待っているとのことなので、その亀岩に向かい、やっとこそガノンとの戦いなんじゃないかと。インクさん、ガノンの話を聞いていますが、ガノンの姿を一度も見てはいないと思うので、こうゾクゾクしてるんじゃないかな。リンクさん、ゾク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 ドキドキ。というわけで、じゃあ次回もご期待ください。失礼します。ありがとうございました。プッチン。